皆さんこんにちは。 2B の社長になった滝沢秀明さんは生い立ちがあまり知られていません。しかし両親の離婚や極貧生活、実の兄の死を経験されています。今回は新事務所を開設したことで話題となっている滝沢秀明さんについて詳しくお話ししたいと思います。滝沢秀明さんは幼少期に両親の離婚や再婚を経験して育っています。また実の兄は30代という若さで亡くなっています。3人兄弟の末っ子で甘えん坊だった滝沢秀明さん、両親の離婚後は女手一つで育てられたため極貧生活だったそうです。極貧エピソードとして今での語られていることがあります。冬服が買えず真冬でもタンクトップ生活、文房具が買えない、ご馳走はシーチキン入りの餃子、食べるものがないから一つのお菓子を3人兄弟で分け合う、水と小麦粉を混ぜたものにケチャップを塗って食べる、学校の落とし物を漁り俺のだと言って嘘をついていた、クリスマス作文は父親からおもちゃを買ってもらったと嘘をついた。このように滝沢秀明さんの幼少期はバブル期ということもあり、周囲とは格差のある生活で生きていくことがやっとでした。友達からは貧乏と罵声の日々でいじめられていたそうです。また父親から愛情をもらったことがないと金スマの番組で言っていました。滝沢秀明さんは幼少期に母親が再婚しました。再婚したことで弟が誕生し4人兄弟になりましたが、滝沢秀明さんは13歳の時にジャニーズ事務所へ入所しました。そのため弟とのエピソードは語られていませんので、一緒に過ごした時間は少ないようです。滝沢秀明さんは13歳の時にジャニーズ事務所に入所しているため父親が3人と語っています。これはどういうことかというと、実の父親、再婚相手の滝沢さん、ジャニー喜多川氏の3人の父親に育てられたということのようです。実の父親とは両親が別れてから月に一度は会っていたそうです。しかし実の父親とは疎遠になってしまいました。滝沢秀明さんがジャニーズ事務所に入って多忙のため、実の父親からは自分の息子だとは思っていないと言われたそうです。再婚相手の滝沢さんとは滝沢秀明さんが16歳で家を出ていることからほとんど一緒に住んでいないと予想します。ただ滝沢を名乗っていることから関係は良好だと思われます。ジャニー喜多川氏については仕事や演出、生活の規律を学んだもう一人の父親として慕っているようです。何よりもジャニー喜多川氏は優しく受け止めてくれたのだと述べています。2019年7月のジャニー喜多川氏の葬儀では遺影を抱えていた滝沢秀明さん、養子縁組の話もあり、滝沢秀明さんとジャニー喜多川氏2人の関係は特別なものだったでしょう。滝沢秀明さんは母親が離婚した時は母親の姓である指田を名乗っていました。再婚し滝沢の姓を名乗りましたが名前が変わるのに抵抗があったと述べています。滝沢秀明さんには3歳年上の姉がいます。実の姉はキンキキッズの堂本光一さんの大ファンだったそうです。滝沢秀明さんがジャニーズ事務所に入ったきっかけは姉が履歴書を送ったとのことです。そして滝沢秀明さんには2歳年上の兄もいます。しかし30代の若さで他界しています。東京月島のもんじゃ滝沢屋を経営していました。すでにお店は閉店しています。死因は事故死か病気かは不明です。若くして大切な人との死は想像以上のショックだったことでしょう。これについては2018年7月19日放送のテレビ番組桜井有吉座夜会の中でお兄さんが亡くなっていることを公表しています。ファンや関係者もこの公表は衝撃でした。そもそも滝沢秀明さんは普段自分のことを話さないことで有名だったからです。それでは滝沢秀明さんがジャニーズ事務所に入所した理由や経緯について見ていきましょう。早く稼ぎたい、貧乏生活から抜け出したかった、この理由が原点としてあります。前述の通り履歴書を送ったところジャニー喜多川氏から直接電話があり、2週間後に舞台でバックダンサーとして早くもデビューしました。ジャニー喜多川氏には滝沢秀明さんの真剣な姿が目に留まったことで運命をつかんだことになります。そして養子縁組をするという報道がありました。もし養子縁組をしたとしたら遺産相続の金額は一体どのくらいになるのでしょうか。その前に
この話が出た経緯として、当時ジャニーズ事務所の後継問題が持ち上がっていた頃です。ジャニー喜多川氏なら日本で5本の指に入っているのではないかと思うくらい相当な資産家だと予想されます。ジャニーズ事務所の年間の売り上げは当時700億円を超えていると言われていました。相当な金額ですよね。2012年に発表された長者番付ではジャニー喜多川氏の年収は8億9000万円だったそうです。ジャニー喜多川氏と一緒に事務所を経営する実のお姉さんのメリー喜多川副社長も年収が8億円を超えていたそうです。過去に堂本剛さんに譲ったと言われているタワーマンションの最上階は時価約7億円だったそうです。ちなみにジャニーズ事務所の中で堂本剛さんはジャニー喜多川氏の最もお気に入りというスペオキだそうです。ジャニー喜多川氏の総資産について調べましたが詳細な情報はありませんでした。ジャニー喜多川氏は現在はすでに削除されたもののギネスに認定されるほどの功績を残しており、あのジャニーズ事務所の社長ですから相当な資産であるはずです。もし滝沢秀明さんが養子縁組をしたということが事実であればかなりの金額を相続したことになるのかもしれません。しかし実際にはそのような情報は全くのデタラメであることが分かりました。明確に予想するのは難しいですが、ジャニーズ事務所だけで年間700億円の収入があるのですから、総資産は1兆円を軽く超えているでしょう。そして滝沢秀明さんがジャニーズ事務所の後継者になるという報道があってから、よくジャニーズの派閥争いという言葉を見ることが多くなりました。また、滝沢秀明さんと不仲や対立するメンバーや、滝沢新体制になると解雇される人、干される人などいろんな噂が流れていました。素行不良なメンバーに関しては厳正な対処を行ってきました。しかしそれ以外のタレントについては具体的なアクションをしたことはありませんでした。滝沢秀明さんはジャニー喜多川氏の特にお気に入りの存在として可愛がられていたとの噂があります。滝沢さんは履歴書を見ただけでジャニーズに入所を決めています。滝沢秀明さんは1995年に13歳でジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズジュニアの黄金期を築き上げた一人でもあります。そんな滝沢秀明さんは同年ジャニーズ事務所に履歴書を送り、約1週間後にジャニーさんらしき人から電話がかかってきてレッスンに呼ばれるという流れだったそうです。そのわずか2週間後にはキンキキッズのバックダンサーとして抜擢されています。ジャニーズ事務所のオーディションの倍率は18万倍と言われており、書類応募総数が18万通で合格者は多くても20人程度と超最難関となっています。そんな中でも滝沢秀明さんは書類通過のみで合格となっていることと、ジャニー喜多川氏から直接合格の連絡をもらっていることから、入所前からジャニー喜多川氏にとって特別な存在だったのかもしれません。そして入所後すぐに活躍の場が与えられたというものです。木曜の怪談怪奇クラブというドラマの主演を務めました。なかなかデビューするのが難しいとされているジャニーズで、たった半年でドラマ主演に選出されるのは異例の出世と言えます。その異例のスピードは後輩である山下智久さんが、タッキーは特別なことが普通とコメントするほどにジャニーズ事務所では特別な存在であったことがうかがえます。そんな滝沢秀明さんにジャニー喜多川氏は周りのジュニアよりも才能の伸びしろを感じていたのかもしれません。そしてジャニー喜多川氏の誕生日で幹事を務めていたということです。誕生日会の写真の様子からジャニー喜多川氏とかなり近い位置にいるので、その中は親密だったのかもしれません。後輩が手配することもあったようですが、結果として滝沢秀明さんが仕切る形となるそうです。滝沢秀明さんのプロデュース力はコンサートや舞台だけにとどまらず、総勢100人を超えるジャニーズタレントを集めて開催されたジャニー喜多川社長の誕生日会でも存分に発揮されたということです。そしてジャニーズ事務所の後継者に指名されたとされています。ジャニー喜多川氏に指名され、滝沢秀明さんは16歳の頃からジュニア全体を取りまとめる役割を任されていました。ジャニー喜多川氏の助手としてオーディションにも立ち会っており、とても信頼されていたことがうかがえます。そんな滝沢秀明さんはジャニー喜多川氏が亡くなる1年前、ジャニーズ事務所の後継者として正式に指名されていました。86歳のジャニー喜多川氏が自ら
50歳年下の滝沢秀明さんを後継者に指名したということです。滝沢秀明さんはデビュー当時とにかく静かで隅っこにいる子だったそうですが、ジャニー北川氏に様々な役割を与えてもらったことでマネージメントスキルも磨いていったのでしょう。そしてジャニー北川氏が死後夢枕に立ったのだそうです。2020年1月2日滝沢秀明さんが演出補佐を務めた帝国劇場の舞台ジャニーズアイランドでの取材の際に、ジャニー北川氏が初めて夢枕に立ったと明かし、嬉しかったと発言されていました。僕のやり方にこだわらないで、もっと新しいことをやりなさいと言われたと明かしています。自分が思っていたこととは違うことを言われたので正しいかどうかわからないですけど、気持ちはすっきりしたと述べています。ジャニー北川氏との間に良い思い出がたくさんあって、信頼し合える間柄だったのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は滝沢秀明さんの生い立ちやこれまでの活躍について見てきました。ただここである疑問が残ります。ジャニー北川氏と滝沢秀明さんの親密な関係を見てみると、性加害問題について何かを知っているのではないかということです。さらになぜマスコミはそこに触れないのでしょうか。もっと核心に触れないことに違和感を覚えます。そういった忖度が今回の性加害問題を助長させたということをマスコミはすでに学んでいるはずです。そして滝沢秀明さんも2000年代のジャニーズジュニアを束ねる位置に属していたことから言えば、その当時も性加害は続いていたことから、当時の様子について沈黙を続けることは筋が通らないのではないかということです。こうしたことからも日本の芸能界は何も学ばず少しも成長していないのだということが証明されているのではないでしょうか。そういった悪しき慣習の変革が求められています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。